行きましょう。よっ。お待たせいたしました。ありがとうございました。いや助かったわ。一人じゃ分かんねえからこういうの。これでいつでも連絡できるな。仕事以外で連絡しないでくださいね。お連絡先交換しないと連絡できないじゃないですか。おお、そうか。どこでするんだ。俺映ってんぞ。あ、スマホ買ったんですね。風間。はい。スマホでメールってどう送るんだ。昨日の夜からずっとやってるんだけどな。この吹き出しのアイコンを押して1個送信するのに5分。なんとか遅れたぜ。お疲れ様っす。